も村田です。今日はね、倒立を止めるためにはどうしたらいいのかっていうその練習方法とかについて解説していきたいなと思うんですが、まずね、倒立ってめちゃくちゃ大事なんですよ。めちゃくちゃ大事だから今2回言いましたけど、もうキングオブ基礎と言っても過言ではないぐらいなんですね。で、倒立ができた方がまずシンプルに練習のバリエーションが増えます。倒立を使った練習方法っていうのが使えるようになるし、その時にまあ安定した方が確実に練習しやすいですよね。だからそういう面で倒立って大事なんだな、これは分かりやすいかなと思うんですよ。問題はもう一個、倒立ってあのキングオブ基礎だから結構いろんなアクロバットの中にその倒立の要素大事さが入ってるんですよ。でもこれに関しては自分がレベル上がっていって壁にぶち上がった時に、あ、そっか、ここで倒立使うんだ、倒立出てくるんだ、だから大事なんだっていう風にならないとね、なかなかわかんないんですよ。あの、言葉で説明しても実感しないとその大切さっていうのがわからないんですね。なので簡単に言えば、いろんなアクロバットに倒立が強い方が、上手い方が、そのアクロバットが上手になる部分っていうのが出てくるから大事なんだよっていう風にだけ言っておきます。そして次に倒立と逆立ちの違いについて話しておこうかなって思うんですが、この違いはシンプルにまっすぐかそうでないかの違いですね。倒立は綺麗にまっすぐで、逆立ちに関してはもうただ逆さまになって姿勢とか関係なくみたいな、そんな感じですね。じゃあ上手な倒立ってどんな感じなのっていうと、まっすぐでそして安定している、まあ強いっていう感じですかね。これが上手な倒立です。そしてこの倒立が強いっていうところにはどこでもできるっていうような条件も入ってるんですよ。例えば鉄棒とかね、この細いバーの上で倒立ができるとか、あるいは体操競技で言ったら釣り輪ってありますよね、こういうあの釣り革みたいなやつ、あの釣り革みたいなやつの上で倒立ができるとか、これめちゃくちゃ難しいです。そういういろんなところで倒立ができるためには、まあ、安定性とか強さとか必要なんですね。そういうのができると、まあ、なんとなくね、確かにそんだけ強かったら、上手かったら、あのいろんなアクロバットをやるときにバク転とかロンダートとか、まあ、なんか上手くなりそうだなみたいな雰囲気はちょっと出てますよね。そんな感じですね。はい、ということで早速ね、具体的な練習方法に入っていきたいなと思うんですが、まずね、ポイントを2つに分けたいんですよ。1個ずつやらないと感覚がわけわかんなくなっちゃうんだよね。だから1つ目、まずいい姿勢を作れるようにしましょうっていうことで、それができるようになったら止めるようにしましょうっていうことなんだけど、1つ目のこのいい姿勢を作る方法、これはまず逆さまにならないで普通の状態で確認します。で、まっすぐ立つんだけど、この時に反ってたらこっち行っちゃうよね。で、前のめりになってたらこっち倒れちゃうよね。だから安定しないよね。これ逆さまになっても全く同じことなんですよ。これは分かりやすいと思います。で、あの、じゃあこれまっすぐこういう風に姿勢キープしてられればあのいいのかって言ったら、そうではなくって、ただまっすぐ立ってればいいっていうわけではないんですよ。あの、もしね、この立ってる時のこの体の状態がカニのようにペラペラだったらどうなると思います？あの、今普通に立ってる状態だと足の裏だから安定して立ってられるよね。だけど逆さまになったらどうか、こんなさ安定して立っていられないよね。だからバランスを取るんだけど、その時に体がカニペラだったらこういう感じになるわけだよね。で、そのたんびに、自分の体でこうやってバランスを取んなきゃいけないわけだ。忙しいよね。これは安定とは程遠い感じになっちゃうよね。だからこの時に体をね、ガシッとやっておきたいわけですよ。力強い棒になっておきたいわけですよ。ということで、まっすぐ力強く立ってられる姿勢を覚えましょうということで、立つでしょ。で、セルフパンチをする。で、お尻をキュッと締める。で、へその、下あたりのお腹をボディーブローする。セルフボディーブローだから、両方でこういう風にやるといいと思います。そうするとあの体の締め方っていうのが分かるんだけど、こうやって確認してます。これだけ見たら超やばいやつだよね。それで、あの、力強いこの姿勢作りっていうのを確認するわけです。で、これでピタッと、あ、これがまっすぐで力強い姿勢なんだって確認するよね。一回解きます。で、これをすぐこういう風にできるようにしたい。あ、そうだったじゃ遅いんだよ。倒立をするときに、あ、そうだったじゃ遅いから、すぐピッてできるようになるまでやりたいわけで、その時に、まあ、鏡見ながらでもこうやってビデオ見ながらでもいいんだけど、ピッピッて作れるようにするわけで、これができるようになったらいざ倒立をしましょうっていうこと。それでこうやったときにピッていう風に作るわけで、この時にまだ倒立にならなくてもいいわけ。お腹から下がまっすぐであるように形を作れるっていうことが大事。これが例えばこうだったとしても、あの、まっすぐでそのまま上がってくれば倒立になるので、まずはこういうふうに腰が
っちゃったりとか、こうやってね反らないようにまっすぐ姿勢を作れるということがとても大事で、一瞬でもいいからしっかり作る、一瞬でもいいからシュッて作る。で止まらなくてもいいので一回一回ね、あの録画とかやったらいいと思いますね。いい姿勢を作れたぞってなった時に確認して、いい姿勢が作れてたなってなったら OK、 それで、そのズレを修正していきましょう。へそから下がビシッてまっすぐ、瞬間的に一発で作れるようになるまで微調整しましょう。これができるようになったら多分倒立を狙った時にいい姿勢がね作れるようになるんですよ。ピッてピッて。そして2つ目、倒立を止める作業っていうところに入ってくるんだけど、今の説明だと確かにここはまっすぐだったけど、ちょっと上半身こうやって反ってたよね。こっからここ反ってたよね。ここをまっすぐにする作業っていうのと、あの倒立を止める作業っていうのが同じでつながってくるんだよね。どういうことかっていうと、あの上半身でちゃんとこう正しく床を押し返さないとここまっすぐにならないの。あのもうちょっと言ったら、これ専門用語で肩を入れるとかって言うんだけど、肩を入れるはめるとかって言うんだけど、しっかり押し返さないと肩ってねまっすぐにならないわけよ、ビシッと。でこのビシッとまっすぐにできた時にまっすぐになるから倒立が止められるようになるっていうことなんだけど、これをしたいわけで、これをするとさっきのちょっとこういう風に反ってた部分が上半身まっすぐになるし、この胸から上がまっすぐになるし、倒立が止まるしっていうところに繋がってくるんだよね。それをやるとこんな感じ、しっかり姿勢を作って押し返す、いい、しっかり姿勢をすぐ使って押し返す、こんな感じね。もう一回、この時しっかり手の間を見るよ、しっかり姿勢を作ってしっかり押し返す、こうやって、こうやって、はい。一番最初のね、姿勢を作るというところで、すぐ姿勢を作るって言ったでしょ。キュッて、素早くキュッて、もう 0.1 秒ぐらいで作りたいんですよ、これは。ちょっと 0.1 秒は大げさだけどね。だけど、これなんでかっていうと、逆さまになった時って、頭が働きづらいのよ。特に初心者とかだと、ぼーっとするから、あ、そうだったそうだったっていう風になりやすいのね。だから反射的に倒立をするときにはキュッてこうね体を締めるんだ、棒にするんだっていう習慣をつけておかないと、逆さまになったときにそれを素早くするのは無理だから、素早くキュッていう風にやる、技っていうのを身につけておきたいと。でそれから、あの今後半止まったけど、これ最初止まらなくてもいいんですよ。なぜかっていうと、素早くまっすぐ倒立が止めるための条件を作るっていうところがこれの狙いなんですよ。でこれができるようになったら、あとはちょっとバランスを取るっていうことをするだけで止まりますから。バランスが取れる能力があったとしても、姿勢がもうこうひん曲がってたりとかしたらなかなか止まらないわけですよ。なのでまず姿勢だけでもちゃんとまっすぐいいやつが作れるような状況を作っておきましょうよと。だからつまりこういうこと、いい姿勢で素早く逆さまになるでしょ、素早くいい姿勢を作るでしょ。でこの時に止まってた秒数が 0.1 秒とかでもいいので、次逆さまになった時はまた同じいい姿勢を作って 0.5 秒とかでもいいわけで、それを何回も何回も繰り返していって、あ今 0.7 秒だったな、1秒だったなっていう風にやっていけばいいわけ。そうすると姿勢が良ければ絶対止まりますから。でそっから先は数の勝負、何回も何回もやって修正能力を鍛えるっていう、そういう作業になってくる。2つ目がこれ、やっぱりね、倒立競争とか言って人と勝負するのがいいんですよ。人と勝負して、罰ゲームとかをつけるのがいいな、腕立て10回負けた方は腕立て10回とか。そうすると分かる、勝負だから頑張って負けたくないってやるでしょ。でこういう勝負をすると自力で修正をするっていう能力がどん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 鍛えられていくから、勝負いいよねっていう。自分で罰ゲームを設定してもいいんだけど、これだとサボる可能性がめちゃくちゃ高いんですよ。だっていつでも破れるでしょ。だけど人と対戦するときは、ちょ、もう一回やらしてって言ったとしても、いえ、ダメダメって言われる可能性もあるし、毎回毎回、今のなし、今のなしって言ってたら、じゃあお前の勝負やらないわって、そういう話になってくるでしょ。だからもうね、頑張って自力で止めるっていう、そのね、その、ハングリー精神が人と勝負するのと自分でやるのはもう全然違うわけ。で、この倒立競争をもうちょっと厳しくするんだったら、最初歩いて OK だけど、後からレベルが上がってきたら歩くのなしねっていう風にしよう。で、最初歩くの OK だとしたら、
その自分でね修正するっていう修正能力を身につくし、こう修正しながら歩くっていう能力を身につくわけですよ。これで一石二鳥だよね。でも歩いたら倒立を止めるっていう観点からするとこれちょっとダメだよね。なのでレベルが上がってきたら、じゃあそろそろ倒立歩いたらダメにしようかみたいな感じにするとすごくいいです。で3つ目がこれポイントっていうか意識の問題なんですけど、思ってる以上に押してください。体を締めるっていうのは結構みんなできたりとかするんだけど、押し返すっていうのはすごいね甘い人が多いです。例えばねこういうこと、倒立をします、しっかり押し返します、こうです、ギュッ、わかるかな。どういうことかっていうとこういうこと、倒立をします、しっかり押し返します、こうです、こうです、わかったかな。今さ倒立した後にさギュッて上がったでしょ。でこれね 200% ぐらいの気持ちでしっかり押し返してって言ったらギュッて上がる人多いと思う。これ上がったらしっかり押し返せてない証拠ですから。だから本当に思ってる以上にもう 200% ぐらいの気持ちでギュッと押さないとマックス実は押し返せてないんですよ。だからそういうのを意識しましょうっていうこと。で最後が握るってこと、力を使うっていうこと。これねあの床をね、分かるかな、壁とか床があったとしてこれをギュッて掴むの、力を使うの。そうするとこの立ってる時に足映ってねえな、これ立ってる時にさこう前とか後ろからこうやって押されたりとかする時にさ足のね指でこうグッて地面を掴んだらさ耐えられるでしょ、うーんってこう戻してこれるよね、足でグッて掴んでたら。それと全く一緒、指でギュッて倒立になってる時にギュッてやるとこれで耐えられるんだよ。はい、ということで今回は倒立を、ね、止めるための練習方法、そしてそのポイントっていうものを解説していったんですけど、これね実際に自分が倒立止まらなかった時に実践して止まるようになった練習方法なんですね。ですからサンプル数1ではあるんですけど、これがねイコールで当てはまって倒立止まるようになる人もいるのかなとは思うんですが、当然ねイコールで当てはまらない人もいると思います。ですから一つの練習方法として参考にしてもらえたらと思います。ただやっぱり一つ言えることは、倒立ってものすごく練習しなきゃ上手くならないんですよ。そのぐらい基礎として奥が深いし、マスターするの極めるのが難しいんですね。だからこれを何千回何万回何億回ってやってる体操選手の倒立はすごく綺麗だしすごく上手いし、だからこそ体操選手のアクロバットはバック転とかその他のアクロバットっていうのはものすごい綺麗ですよね、上手いですよね。だからその背景には根源にはこの倒立があるということでした。で今回紹介したこの倒立を止めるっていう方法は止め方しか焦点を絞って当ててないんですね。でこの他にも倒立の入り方、踏み込み方っていうのもすごい大事になってくるんですけど、それは違う基礎の部分で紹介していたりするので、よかったらそっちのね方法も参考にしてもらえたらなと思います。下に貼っておくんで、もしよかったら一緒に見ていただけたらなと思います。以上ムラトでした。バイバイ。